メーレンベルク、またはメレンベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン衆議院占政制管区のリムブルクイコールバイル軍に属す市場長である。ベスターバルトの南端、バイルブルクの北西約 5km に位置する。メーレンベルクは、北はメンゲルスキルヒエン、東はレーンベルク、南はバイルブルク、南西はベーゼリヒ、西はバルトブルンと境を接している。 メーレンベルクはメーレンベルク地区、バリヒゼルベンハウゼン地区、アレンドルフ地区、ライヒエンボルーン地区、リュッカースハウゼン地区からなる。アルマースコプフ及びヘーブルクの山上にラテーヌ時代の集落跡が残っている。メーレンベルクには12世紀から14世紀まで存在した貴族家メーレンベルク家の城塞がある。集落はこの貴族家と関連して1129年に 初めて文献に記録されている。メーレンベルクは1290年にルドルフ一世から都市圏都州の市の司会再建を授けられ、これに基づき死壁を築いた。1328年にメーレンベルク家の男系決闘が断絶し、城西霊園とメーレンベルクの領主権は相続権を持つ娘と結婚していたナッサウ家のものとなった。 1564年7月31日にアルブレヒトフォン・ナッサウ・バイルブルクは皇帝マクシミリアン2世から年に2回メーレンベルクで市場を開催する権利の確認を授かった。ただし、協会会記載と関連した夜行日マーケットは1499年にすでに開催されていたことが証明されている。この特権は1770年まで存続し、 年2回の皇帝特権の他に、第三の都市の位置が開催されていた可能性もある。アムトメーレンベルクは神聖ローマ帝国の周焉まで存続していた。1634年に城が破壊され、これ以後は城石としてメーレンベルクの象徴的建造物となっている。19世紀初めにメーレンベルクは都市圏を剥奪された。 ナッサウ家は1328年に相続したメーレンベルク漁師という肩書きを19世紀末に復活させた。ニコラウス・ビル・ヘルム・ホン・ナッサウ公使の帰遷結婚の妻とその子供にメーレンベルク博の肩書きを授けた。メーレンベルク消防団は1902年に設立された。この消防団はすでに存在していた他の消防団と共にビースバーデン県消防連盟の オーバーラーン消防艦区を形成した。1906年9月3日、オーバーティーフェンバッハで開催された、艦区集会には43人が出席した。ヘッセン州の地域再編に伴い、1970年12月31日に、それまでオーバーラーン軍の独立した町村であったアレンドルフ、バリヒゼルベンハウゼン、メーレンベルク、ライヒエンボルン、リュッカースハウゼンが、 自由意志に基づき合併し、新たな自治体メーレンベルクが形成された。以下のリストは、メーレンベルクの属した両方及び行政体を外観するものである。出典ヒステリッシュズ・オートスレクシコンメーレンベルクの長議会は23議席からなる。ヘッセン州の自治体法によれば、町長は市場長メーレンベルクの場合6人の名誉職の委員で構成される。 調整委員会の代表者である。2016年5月11日からオリバー・ユングが町長,長を務めている。それ以前の町長,長は以下の通りである。メーレンベルクは1950年9月にヘッセン州政府から紋章の使用権を与えられた。現在の紋章は1973年7月5日にヘッセン内務省の認可を得た。図柄緑地に金の斜め十字。 これにより分割されたスペースにそれぞれ三つの小さな十字が配置されている。町はかつてオーバーラーン軍の紋章にも用いられていたメーレンベルク領主家の紋章を使用している。この町には地元の商店や職人の他に中規模工業企業がいくつか存在する。主に機械工学及び設備製造、金属及び合成樹脂加工、オートメーション技術分野の企業である。 メーレンベルクの最も有名な企業はレコードレーベルのジックスミュージックである。メーレンベルクには基礎家庭、本家庭学校のアルベルト・バーグナー修レがある。この学校は1958年にミッテルプンクト修レとして開校された。この学校は官僚で政治家のアルベルト・バーグナーにちなんで命名された。メーレンベルクはメンゲルス・キルヒエン・バルデルンバッハの本家庭。 実家学校ベスターバルト州での校区に含まれている。この他に生徒たちはバイルブルクの上級の学校で学んでいる。この町は連邦道 B49 号線沿いに位置している。この道路は2014年9月現在リムブルクとベッツラーとの間が4車線に拡幅されている。これによりメーレンベルクは広域道路網に結ばれている。ありがとうございます。